どうもこんにちは、平井弘明です。今回はですね、女性向けのスイングについて解説していきたいと思います。平井弘明のワンナップゴルフ。結構レッスンなんかでも女性の生徒さんなんか多く来てくださってるんですけども、結構お悩みが偏るというか、皆さんほぼほぼ一緒のお悩みが多いんです。それは安定の距離が何で打っても変わらないっていう方が結構多いんですね。でそれがなぜかというのを解説していきたいと思います。番手間の距離が変わらないということですが、単純にスピードが足らない方が多いんです。例えば6番アイアンで打っても7番アイアンで打っても距離が変わらない、4番ウッドで打っても5番ウッドで打っても距離がほぼ一緒という方というのはスピードが足りないんですね。大げさ単純にやりますけども、これドライバーです。あれぐらいの距離で、これ8番アイアンです。距離変わんないですね。結局あれぐらいちっちゃく打つとドライバーで打っても8番アイアンで打っても距離って変わんないんです。なので意外と女性の方で距離が番手間で変わらないというのは、その使ってるクラブに対してヘッドスピードが足りてない方が多いので、もう少しそのライトスペックですね、優しいクラブを使う、もしくはシャフトがもう少ししなってくれる柔らかい軽いっていうシャフトを使った方が番手間の距離というのがはっきり出てきますので、そういうクラブをおすすめします。あとはですね、多いのが飛距離を出したい方がすごく多いんですけども、飛距離っていうのは限界があるんですよ。クラブシャフトをうまく使えてないと飛距離っていうのは出ないです。なのでそのクラブの使い方ですね、結構飛ばしたい方っていうのはすごくこう体を使ったりとかですね、ご自身のパワー以上の振りを求めてスイングをしてフィニッシュでバランスを崩れて、結果的にナイスショットが打ててないという方がすごく多いので、もちろん飛ばしは魅力なんですが、それなりに準備をされてから飛ばしにかかるっていう方がいいと思います。それはまずバランスのいいスイング、トップを作ってフィニッシュまで同じスピードで打つ、プラスフィニッシュで絶対よたつかないスイングをしてみてくださいって言った時にどういうスイングをするかなんです。ちょっと打ってみますね。左ぶっ飛びましたね。あんまりいいショットじゃないんですけども、今みたいにボール気にしないでください。スイング気にしてください。今みたいにスピードを一緒にする、出ましたね、いいの。今みたいに上げ始めからフィニッシュまで同じスピードをキープ、プラスフィニッシュで絶対によたつかないスピードがその方の限界のスピードになります。なのでそのスピードよりも振ってしまってフィニッシュでバランスが崩れたり、もしくはスイング中にバランスが崩れるというのはもうボールが曲がるサインでもありますので、その時はナイスショットがなかなか出づらくなってます。なので曲がるのを自分の中で想定内にして、曲がってもいいから飛ばすっていうような考えをしていただければ、その曲がった時もそんなストレスを抱えずにゴルフができてくると思うので、スイングをこう一生懸命振るというよりはまずバランスの取れたスイングを心がけるということが大事になってくると思います。簡単にはなりますけども、今回女性向けのスイングについて解説させていただきました。最後までご視聴ありがとうございます。